皆さんこんにちは、はちまるです。今日はね、歯の健康についてお話をしてみたいと思います。歯の健康、皆さん考えたことありますか？おそらくですけど、私もそうだったんですよ。若い頃はあんまり考えない、虫歯になって初めて考えるんですよね。で、虫歯が治るとまた、歯を磨いたり磨かなかったりズボラしたりして、また考えなくなったりするんですよ。いけませんね。今日は8020運動というのがありますので、ちょっとそれについてご紹介したいと思います。8020運動、私が80だからっていうわけではありません、実はね、この8020運動とは、80歳になっても自分の歯を20本は残しましょうという運動なんですよ。やっぱりね、普通に、そんなにお手入れしてない人だと、80歳までに自分の歯が20本持たないらしいんですね。例えば歯周病にかかって抜けてしまったりとか、虫歯にかかって失ってしまうとかで、十数本、下手したら10本以下の人もいるらしいです。でね、そうなるとね、何ができないかというと、もう硬いもん噛めませんよね。それから歯を食いしばるっていうことができないんで、もう元気に運動もできないらしいんですよ。歯って本当に自分が持ってる歯って大切みたいで、体のバランスまで崩してしまうということらしいです。で、この8020運動で進めてるこのデンタルケアなんですけれども、どうやればこの80歳になっても自分の歯を20本残せるのかということについて、詳しくはこちらのね、サイトを見ていただきたいんですけれども、私の場合はね、ちょっと前から、ちょっと前でも去年ですかね、から、今まで の歯磨き粉で磨くというのはちょっとやめまして、液体歯磨きと、それから洗口液、今これ出てますけど、この2種類、どちらも液体なんですよ、液体歯磨きと洗口液、これで、デンタルケアをしています。で、洗口液っていうと、なんて言ったらいいですかね、車のお手入れでいうとワックスがけ、コーティングがけみたいなもんです。要は、再び汚れがつきにくくするように、なんて言うんですか、保護膜を作ってやるみたいなイメージなんですね、洗口液で。液体歯磨きっていうのが、車でいうと洗車ですよ。汚れたボディの、ボディの汚れを落としてやる、それは落とすだけなんですよ。で、その上からコーティングするのが洗口液、保護、艶出しはしませんけど保護してやるっていうね、なので私の場合、まず液体歯磨きで、ブラッシングをして汚れを落としまして、その後、洗口液で口をクチュクチュとゆすいで、終わりという2段仕込みで、今デンタルケアをやっています。でね、洗口液にはどういうものがあるかっていうのが、ちょっとこう主なブランドって載ってますけれども、皆さんご存知のところで言うと、モンダミン、リステリン、あとガムですね、ガムデンタルリンスとか、この辺がそうです。でね、ちょっと注意していただきたいのは、ガムでもね、実はガムって一言で言っても、液体歯磨きと洗口液と2種類あるんですよ。これ全然性質が違うんでね、間違わないでくださいね。で、ナイトケアって書かれてるガムは洗口液なんですよ。で、そうでないやつは全部液体歯磨きです。裏ひっくり返してもらってね、ボトルの裏に液体歯磨きって書いてますから、それは液体歯磨きなんですね。で、ナイトケアっていうやつは洗口液ですんで、ちょっと紛らわしいですけど、商品名だけで選ぶとちょっと全く性質の違うものになりますんで、選ぶ際は必ず裏をひっくり返してね、これは液体歯磨きだろうか洗口液だろうかって確認して、買ってください。はい。でね、液体歯磨きとね、歯磨き粉の大きな違い、ここにも書いてますけれども、液体歯磨きには、清掃剤、要は研磨剤が入ってないんですよ。なので、茶渋とか、タバコのヤニとか、そういうこびりつくものですね、染みつくものを、落とす、効果はありません。で、それをやろうとすると、研磨剤の入った歯磨き粉ということになります。ただね、じゃあ最初から研磨剤の入った歯磨き粉で磨いてたらいいやん
って思うかもしれないんですけど、それね、私も今まで何の疑いもなしに歯磨き粉を使ってたんですが、歯がだんだん削れていってね、薄くなるんですよ、歯が。わかります？あれ研磨してるんでね、ヤスリで研磨してるのと一緒です。だからね、最近思ったんですけど、歯磨き粉を使うのはもう週に1遍、まあ、多くても2回ぐらいだけにしようと。あとは全て液体歯磨き、要はもう研磨しない状態だけでブラッシングするというふうにもう変えました。これじゃないとね、歯が持たないですわ。本当に薄くなりますよ、歯が。やばいです。はい、ということで、もうね、私の体験談を語ってますんで、皆さんも参考にできるところは本当参考にしてください。で、今映ってるのがこれガム、これ全て、液体歯磨きになります。はい、で一番左端ね、これね、風呂場に置いてるんですけど、私朝いつもシャワーして、シャワーのしがてら歯も磨くんですよね、この液体歯磨きで。はい、右2つはまだ未開封で予備で置いてあるんですけど、ちょっと今日撮影のために出してきました。はい、でまあ多分家族もね、夜風呂に入ってる時に一緒に歯を風呂場で磨いてると思いますよ。 湯船に浸かりながらゴシゴシゴシとか言ってね、やってると思うんですけど、まあガムはね、割とね、刺激も少ないんで、使いやすいかと思います。で洗口液、リステリンは洗口液です。でこちらの方は、一応風呂場と、我が家では風呂場と、あと洗面所に、洗面台のとこに置いてるんですよ。でまあ私の場合だったらシャワーし終えて、あと会社に行く直前にこれを口に含んでね、 1、2分クチュクチュってやりながら、まあ、ペッと吐き出して、まあ、歯のコーティングをしとくという感じです。でね、ブルーの液体と、それから紫、パープルの液体がありますけれども、今は、パープルの液体の方が、一つ上なんかな、トータルケアっていう形で、販売されてます。はい、これもね結構持ってるんですよ。こんだけ全部あるんですよね、デンタルデンタルオーラルケアっていうのかな、関係の。はい、これもう全部私が揃えたんですけど、もう私の好みで揃えてますんで、これを使えいう感じですね、家のもんには。はい、ということで容器持っとんなーいう感じですよね。はい、まあ、実際使ってるのはこの中の 2,3 本ぐらいだけなんですけど、あとは全部予備です、予備。はい、ということで、皆さんもね、歯の健康、本当にね、歯が悪くなってからでは遅いんで、もうその時には手遅れです。元の健康な歯には戻りません。もう私が言ってるのをね、もう真摯に受け止めて、今から、今日今晩から、もうそのなんていうんですか、オーラルケアやってください。本当にね、気がついた時に手遅れですよ、 歯だけは、まあ、髪の毛も一緒やけどねあれ薄くなったかなと思う時にはもう手遅れかもしれない。はい、ということで、これね、こういうふうにラベルの裏に液体歯磨きとか洗口液って書いてますから、必ずそれを、確認してください。でちなみにさっき言ったように、ガムの場合は、ナイトケアと書いてる分が、洗口液、それ以外は全部液体歯磨きです。でリステリンは全て洗口液です。で他の銘柄、モンダミンとかはちょっとよく知らないですけども、多分液体歯磨きなんかな。はい、ということで、まあとりあえず裏ラベルを確認してください。で液体歯磨きは必ずブラッシングをすること、洗口液はクチュクチュクチュってね、口をゆすぐだけで OK です。はい、ということで8020運動、あなたもぜひ。